バイオジェンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を置く医薬品メーカー。ニューヨークタイムズによれば、バイオテクノロジー分野では最古産の会社の一つ。新たな治療方法の探求から医薬品の製造、販売まで行っており、神経疾患、自己免疫疾患、希少疾患を主な対象としている。1978年、 スイスのジュネーブで科学者らと3名の投資家が創薬会社バイオジェン NV を設立した。創業者には科学者のウォルター・ギルバート、フィリップ・シャープ、ハインツ・シャーラー、ケネス・マレー、チャールズ・ワイズマンがいる。1982年、バイオジェンは米国マサチューセッツ州ケンブリッジに新本社を置き、翌年1983年にナスダックに上場した。2003年、 バイオジェンは、米国サンフランシスコのアイデック製薬会社と合併、バイオジェンアイデックとなった。アイデックは1985年に、モノクローナル抗体の開発、製品化を目的として設立された会社であり、合併当時は、ジェネンテックと共同で権利を有する、医薬品率機産により急成長していた。加えて、アイデックが、非保持金輪パシュの治療薬として開発したゼバリンは、 世界で初めて承認された放射免疫療法薬剤であり、前年2002年に米国で販売を開始したところだった。2006年5月、バイオジェン・アイデックはコンフォルマ・セラピューティックスを買収した。この会社は1999年に設立され、熱ショックタンパク質の一種で、癌細胞の増殖に関連している HSP90 の阻害剤を研究するなど、 学生腫瘍を専門としていた。続いて6月には2003年から共同研究を行っていたスイスの製薬会社ヒューマホルムを買収した。翌2007年シントニックスファーマスーティカルズを買収した。血友病の治療薬エロケートとアルプロリックスはこの会社に由来するものだった。2015年会社名を合併前のバイオジェンに戻した。2017年に 血友病の治療薬を扱うバイオベラティブがバイオジェンから分社した。2018年、米国の製薬会社ファイザーから統合失調症の新薬候補 PF-04958242 を取得し、神経精神領域に事業を拡大した。2021年6月8日、アルツハイマー病の世界初の治療薬、アジュヘルムが、米国 FDA から承認を受けたことを発表した。 多発性硬化症の治療薬が主力製品である。バイオジェンは2000年から日本で事業を展開しており、日本法人としてバイオジェンジャパン株式会社を設置している。ありがとうございます。